いしょ。はい、皆さんこんにちは、まきこです。昨日ですね、コストコとキャンドゥに行ってペット用品を購入してきたので、大量ではないんですけど紹介したいと思います。まずキャンドゥでね、何を買ったかっていうと、モルモットのね、ケージ内で使うタオル。はい、なんか戦ってるはい、タオルをね、買ってきました。はい、モルモットのケージでロフトに使っているね、このタオルを探していて買いに行ったんですけど、だいたいね、キャンドゥでこういうクマちゃん柄とかね、見つけて買ってくることが多いので、タオルはね、キャンドゥかなと思って行ったんですよ。で、こういう生地、マイクロファイバーみたいな、これすごい可愛い柄が気に入ってたんですけど、裏がね、結構チモシーの細かいのがついちゃって取れなくなっちゃうんで、そう、これ可愛いんだよね、この柄。本当に自分的にね、好みなんですけど、クマちゃん柄、あとひよこちゃん柄とかね、可愛いなと思ったんですが、今回はね、あんまり気に入った柄がなくて、まあ強いて言えば猫ちゃんの柄がね、可愛いかなと思いました。これも猫かな。はい、1枚目はこういった柄です。モロッカン柄っていうみたい。もっと気に入ったのが見つかったらね、まとめ買いしたいと思います。これもモロッカン柄の色違いですはい、モルちゃん、はい、モルちゃん、はい、ハゲる猫ちゃん柄、オールキャット、ふんわりフェイスタオルっていうやつの方がチモシーなんかつかない感じがしますね。はい、まあ、なんか夏場は、あ、痛い痛い夏場はね、これだとちょっとモルちゃんも暑いんじゃないかなと思って生地変えたりしてるんですけど、まあシーズンごとにね、買い替えるようにはしてます。はい、よいしょ、痛い痛い、モルちゃん爪が出てるよ、爪が痛いはい、もう一個開けてみる。今日朝からずっと撮影してるんだよねこんなに撮影して編集どうするの。はい、これが可愛いね、ね、もずちゃん、もずちゃん、もずちゃん、はい見て、タオルでまず店内に入ってから一番最初にね、手に取ったのがこれなんですよ。はい、こちら膝掛けらしいんですけど、ね、ブランケットダブルサイズ2378円が780円引きで売ってたので、わあ安いじゃんと思って買いました。膝掛けのダブルサイズってことなのかな、135センチ。はい、切ってみよう。一応、もずくちゃんのね、ここに今歩いてるんですけど、この人映ってるかな、この人のお布団にね、してあげようかなと思って、冬用の布団をね、買ってあげてないので、そのうちね、こたつとか買ってあげたいと思ってるんで。どうだろうね、もずちゃん、これ、あら、開かないよこれ、もずちゃん。もしね、あまりにも大きいようだったら人間用の毛布にしてもいいかなと。痛いよもずちゃん。え、これ普通の毛布じゃん。え、すごい、これ毛布だよ。あららら、こんなにね、2つに折ってもこんなに大きかったこれは人間の毛布になりそうですじゃあちょっとね、洗濯してから使うと思うんで、もずちゃんどうぞ、ここにここどうぞ、ここ引いとけばね、もずちゃん寝てくれると思うんで、はい、よかったね、モズよかったね、モちゃん、モちゃん、モちゃん、よかったね、モちゃん、嫌がってるモちゃん、
こっち猫ちゃんだよ、猫ちゃん。猫ちゃん、猫ちゃん。はい、次、私の靴下なんですけど、昨日ちょっとね、ここを取っちゃったんですけど、サイズがね、23センチから25センチのカルバンクラインの靴下が5足。で、いくらだったんだろう。320円。これも320円引きで、1588円が1268円になってたんですよ。なんで、割引されててね、欲しいものは買うようにしてて、靴下は仕事の時もね使うし、いくらあっても困らない。あ、飛んでちゃったと思ったので買いました。はい、であとはこちらです。お、結構重いね。6リットルの猫砂、アイリス大山さんのね、今使ってる猫の砂と猫のシート、トイレの下に敷くねシートが結構高いんですよね。デオトイレだっけ、緑色のねやつなんですけど、それよりね安いかなと思って買ってきました。これが6リットルで888円。であとね、これか、これが1398円。めちゃめちゃ安い。20枚で結構いいお値段するんだよね。シートが20枚で1780円のものを使ってるんですけど、猫ちゃんのトイレ砂が4リットルが4袋で5155円。めちゃめちゃ高いじゃん。4リットルが4つで5155円のところ、6リットルで888円だから、3個 1,2,3 3個3パン2400円で済んじゃう。2400円と2000、まあ600円ぐらいか。めちゃめちゃ安い、こっちの方が。で、なんか砂のタイプも似てるんでね、これに変えよう。めちゃめちゃ安いじゃん。これもシートもね、30枚で1398円でしょ。1398円、20枚で1780円。全然違うじゃん値段。びっくり。びっくりなんだけど。はい、ということでね、今後はコストコで猫ちゃんの砂とシートをね買おうと思います。はい、あとはですね、最近よいしょ、こちらなんですけども、これはペット用品なのかというと、ペット用品としても使ってるし、キッチンでも使ってます。お掃除とかにも使うんですけど、こんなに大きいね、キッチンペーパー。12ロールで2609。はい。12ロールで2698円のペットシートなんですけど、今ね、ちょうど切らしてるんで、買ってきました。はい、あとは食品をちょっと買ったんですけど、まあ冷蔵庫に入ってたり、もうね、あの小分けしちゃったんで、冷凍の餃子と、あとじゃがいも498円でね、すっごいいっぱい入ってた。そう、あと豚バラをね、1パック3000円ぐらいのやつを買ってきました。それでね、今ちょっと母に肉じゃがをね、大量に作ったんで、後でお届けしたいと思います。はい、それでは皆さん、ご視聴いただきありがとうございます。この動画が良かったなと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録お願いします。バイバーイ。にゃーって言って。言わない。あー、かわいい。バイバーイって。